日本を強く、現場に誇りを。ヒゲの隊長こと三人人の佐藤正久です。このチャンネルでは日本の外交安全保障問題を取り上げてまいりますので、ぜひチャンネル登録、コメント欄での応援よろしくお願いいたします。自衛隊へ感謝感謝感謝。今回道なき道を行き、太ももまで泥水に浸かり、雪をはみ、そして崖を駆け上りながら必死になって孤立地域へ支援物資を届ける。そしてどっか困ってることはありませんか、体調は大丈夫ですか、ご用聞きをする。そしてまた次の日、要望があったものをまた同じように崖を登り、そして雪をはみながら本当に必死になって被災者に届ける。この自衛隊のいわゆる岩手方式、御用聞き隊、5、6人のチームに分かれながら、それの孤立地域に毎日毎日行く。これ本当にありがたい。どれだけ孤立地域の方々が自衛隊の方々のあの迷彩服を見て安心するか。カップラーメンやあるいは水をもらってどれだけ嬉しいか。隊員は言ってます。少しでも早く物を届けたい。すべては被災者のためにすぐ動こう。これを合言葉に頑張ってる部隊もあります。ただこれができるのは日頃から国防のためのこれでもかっていう厳しい訓練をやってるからこそできる、この体力、持久力があるんです。よく言われます。消防は瞬発力、自衛隊は持久力。道なき道、まさに寸断された道を踏破し、山を登り、これ地域に行く、この持久力はやっぱり自衛隊、国防のためのピンの訓練をやってる自衛隊だからできる。すべては被災者のためにすぐ動こう。この気持ち、本当に自衛隊に感謝感謝感謝。まだまだ支援は続きます。被災者のニーズも変わってくる。皆さん、すべてを被災者のためにこの思いで頑張ってる自衛隊を応援してまいりましょう。ヒゲの隊長佐藤正久も全力で応援します。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。引き続き外交防衛問題を取り上げてどんどん発信してまいります。政府の方にもどんどん背中を押して働きかけてまいります。日本を強く、現場に誇りを。ヒゲの隊長佐藤正久、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。